盛り上がってるとこ申し訳ないんやけど、ちょっと季節外れで申し訳ないんやけれども、今年の花火もこれでもう全部終わってしもた。なあなあ、これからもう一回二人だけで花火せ。わしとお前が見てるこの花火の前で花火せ。あのでっかい花火、いろんな人の心を動かす力あると思う。このコンビニの小さい花火、そんな力はないかもしれへんけど、でもな、お前一人の心を動かすのに十分の力あると。それがそれでええやん。お前にな、お前だけに伝えたいことがあるんや。花火をする、花火の後で大きな花火の後で二人だけで打ち上げる、打ち上げる君だけには届く。